布ノさらしなは、東京都品川区南大井三丁目にある1963年創業の蕎麦屋店舗。布ノさらしなは、麻布長坂さらしな一門の店である。さらしな堀井の創業は1789年、新州出身で、新州特産さらしなのの干しなやご用譜屋だった八代目、正門が、両種干しな表部醤油から、蕎麦打ちがうまいのを見込まれ、 布屋よりも蕎麦屋の方が良いのではと勧められ、麻布長坂町の星野家の江戸屋敷蕎麦に、蕎麦屋、新州さらしな蕎麦所布屋、他兵を創業したのが始まり。当初は大名屋敷や寺院などに出入りしていたが、明治時代半ばの最盛期には、皇室や三宅などにも出前を届けた。明治時代後期に麻布長坂さらしなで板前をしていた伊島正太郎は、日本橋に、 三大町支店を出店した。後に、有楽町に転したが震災で倒壊し、終わり町支店を出店した。翔太郎には、長男、文雄次男、常次郎がいた。常次郎は、戦後の混乱期に、有楽町で、何でも屋を営んでいたが、1952年、江ノ島に蕎麦屋を一時出して、閉店、10年ほど後の1963年、品川区南大井に、 初代布や、常次郎、布つねさらしなを開店した。文政七年、江戸買い物独案内、名物そば屋より、明治十年頃、一億人の昭和史、明治城、明治十年頃の長坂さらしなより、明治三十一年頃、長坂町さらしな蕎麦店の図よりさらしなといえば、瞳な、麻布長坂のそば店たるを知る。実に、東京における一名物というべし。 本店は、長坂町13番地にあり、当主を、堀井松之助という、その正方他店と全く異にして、色白くして細く、一見愛すべし。当店は、奥座敷とありて、通常の店舗と異なり、その地また、剣雑なら猿を持って、紳士の来たりて召願する者多く、木とはさらに土産として持ち帰る者少なからず。近来は汽車にのし、大阪、神戸、須磨、 赤市等に赴むく遊郭も、またこれをケ振フルに至れり。支店は、神楽西樹町五番地と日本橋区三大町四番地とに、あり。西方を通すべて本店に同じ。原店主は、第五代なる吉なれば、古くよりありしとは明らかなり。昔、蕎麦霧をもってな高たかかりしは、麹町の氷炭や須崎の伊勢や浅草の道行安東なりし、さらしなの名の聞越は、 文化文政頃より並む。文政の江戸買い物帳に、その名見えたり。新鮮東京名所図へ、風俗画法、麻布区の巻のらしな、明治35年3月31日より、抜粋そばの実の芯から取れる一番子だけで打ち、色の白さ、舌触りの良さが大きな特徴。それがしな。布つねしなは、総本家しな堀井の直径。 三代目石間節が、引き立て、打ち立て、茹で立ての蕎麦を楽しませてくれる。この店の真骨頂は、変わり蕎麦の数々にある。のれんの伝統はかっちりと守る一方で、いじまは、蕎麦と遊ぶのだ。変わり蕎麦は、江戸時間延年間にすでにあり、料理さん会合には卵を打ち込んだ卵切りの記述がある。春はよもぎ、夏はしそ、秋は菊切り、冬はゆずなど、 四季お料理の味覚を蕎麦に打ち込んだ繊細な風味は、さらしな蕎麦ならではの魅力。他にも、生理、ひじき、かぼちゃ、桜の葉とを試した素材は数知れず、その成果のたまものというべき集大成がセック蕎麦。特に5月5日単語のセックは、恋のぼりの吹き流しにちなんだ子色盛りで1800円。午前蕎麦の白をはじめ、ごま切りの黒、かぼちゃ切りの木。 桜えびきりの桃色、よもぎきりの緑と、彩りは鮮やかで味わい豊か。セックそばが楽しめる、布つにさらしな、週刊新調、1995年5月より、抜粋。ありがとうございます。